ね、今日はね、我が家のトマトなんだけれども、まあ、まず土作りについて話すると、ここは肥料を入れてません。入れてあるのは、通路に敷いてあるあの小豆の殻、もしくは中の草と、食事で食べたトマトじゃない、なんだっけ、卵の殻。あれを乾燥させて砕いて巻いてます。それだけです。それだけなんだけれども、ね。俺の手でかいんだけどね、本当はね。でかいんだけども、それと比べても大きさがわかると思うんだけども、しっかり育てます。化学肥料とか牛糞、堆肥の類は入れてません。ここちょっと見つけすぎたな。1,2,3,4,5,6,7 7個ついてる、ここ。7個ついてるけれども、だいたい5個、1段目が4個で、2段目から5個とか言われるんだけども、見つけるのはね、7個ついてるけども、ちゃんとついてます。その上もね、どんどん伸びていく。ね。ちゃんとついてる。でね、ここ1個食べたんだけども、下の部分、このお尻の部分が黒くなる、尻腐れっていう病気が出たんだけども、病気っていうか、まあ、生理障害。病気とまた違うんだけども、カルシウム不足で起きると言われてます。だから、カルシウムを入れればいいっていうだけじゃなくて、その尻腐れ病、お尻が黒くなる病気ね、ここの部分、これもなりかけたんだと思うんだけども、あれ、水が多すぎても、水が少なすぎてもなるっていう厄介なもので、まあ、今年はね、雨がやたら少なかったんで、青森はね。あ、そうな影響かな。雨がやたら少なくて、カルシウム分を吸うことができなくて、で、そういう生理障害が起きた。ということが、今回の尻腐れ病の原因かなと思います。で、当然ここ農薬撒いてないんで、見えるかな？これクモがいるんだけども、まあ、クモがね、この害虫を食べてくれるし、だから特に病気っていう病気は起きていません。うん、起きてないね。うん、起きてない。そして、これが、なんだ、種まきとか苗の作り方とかを動画にしたプチプヨね、プチプヨ。ちょっとこれ、1回目に巻いたやつ、友達にあげちゃったんで、その後に巻いた、2回目に巻いたやつです。結構太くなってるんだよ。俺の親指よりは細いか。うん、人差し指と同じぐらいの太さになってるんだけどもね。結構太くなってる。で、まだ誘引してないんだけども、全然結んでないんだけど、ね、紐でね、くくりつけてないんだけども、ずいぶん丈夫に育ってる。最初弱々しい苗だな、品種だなと思ったんだけども、結構強いね、育つと。まあ、ミニトマトはね、こういう創生って草の勢いが強いから、まあ、その点育てやすいんで、大玉よりも、と俺は思ってます。うん。結構いいね。うん。でね、肥料をあげなくてもできるコツってのが、この通路に敷いてる草ね。よ、この下で、よければね、まああんまりアップにすると嫌な人もいるかもしれないけど、ちっちゃい虫とかね、ダンゴムシとかがいるのね、当然ミミズもいます。小豆がちょっと目出してるんだけども。で、ここで分解して、生き物が生きてくれることによって、土ができていく。土ってのはそういう微生物たちが、それで車来たから、微生物たちが、こういう草を食べて糞してその糞をまた食べる微生物がいてっていう繰り返しをね経てできたものが土なんで、まあ、これは土のもとで土を作ってくれる人たちはここの下に住んでくれる、そういう循環をここで作ってしまってるから肥料なくてもできるわけ。全く肥料入れてないからね、うん、ちゃんとできます。これで毎年できるんだもん。まあ、トマト自体がもともと肥料をそんなに必要としない作物なんで、うん、肥料をいっぱい入れるとね、花をつけない、実をつけないっていうことがあり得るんで、うん。落とすんだよ。実を。花を落として実をつけなくなっちゃうんで、肥料は少なめの方がいいとは、俺は聞いています。もともとアンデスの山の上の方の、寒いところってのは有機物の分解が遅れるんで土がねあまり肥えてないんで、
肥料を好まない、肥料がない状態でも生きられる、肥料が多いと自分の子供を作る、要するに花とかね、この花とか実をつけるよりも自分の体をね、葉っぱとか茎とかを大きくする方に優先させちゃうんで、生殖成長と栄養成長、栄養成長ってのは自分の体を大きくする成長なんだけども、その栄養成長を優先させてしまう。だから肥料を入れすぎると生殖成長、子孫を残す、花をつける、子供を作る、実をつける、そういう成長を抑えて自分の体を大きくする方を優先させてしまうんで、肥料はそんなにいらないよっていうことになります。でね、たまたま面白いのがね、これなんだけども、近所の鳥がやかましいけど、これ大玉トマトなのね。これね、さっきの大玉トマトの脇芽を切って、これに刺しておいたのね。一箇所スペース空いちゃったから、そしたら根付いてちゃんと花もついて実も大きくなり始めてます、ね、こういう感じで。トマトってのはさ、脇芽を取って水につけとけば根が出ます。その根を刺しておけば、根をつうか、まあ脇芽を刺しておけばなんぼでも苗を作ることができます。でその絵がね、まあ、これ裏にあるんだけども、もったいないからさ、ただ切って投げるのはね、これを水に挿しておいて、で余ってる土のポットに挿しておいたら、こうやって根付いて苗ができました。まあと、まあ、友達にあげるぐらいだけどね、うん、でこういう風にして苗を増やすこともできるんで、まあ、やってみることをお勧めします。取った直後にこの脇芽刺しといて、これでも根付いてしまったんで、これだけでもできるんで、水に刺さなくてもできる方法なんで、まあスペースが空いてる場合、何か例えば枯れてしまったとかの結果分が出た場合とかは、こうやってやってみることをお勧めします。まあこんな感じかな、まあ、とりあえずトマトはね、肥料なくても大丈夫なんで、肥料が多すぎると子供をつける、実をつける生殖成長よりも栄養成長に偏ってしまうんで、肥料は少なめでいいです。ただお日様はねすごく必要なんで、これちょっと木の陰になって、塀の陰になってて、お日様がねあまり当たってないんだけどもね、わかる？こっちお日様当たってる方、こっち当たってない方ね、大きさ10センチぐらい差があるんだけどもね、やっぱりお日様当たらないとトマトっていうのはやはりうまく育たないです。だから日当たりっていうことと、肥料をあげすぎないっていうことを気をつけてもらいたいなと思います。本当にこういう有機物を置くだけで十分なんで、あとは水を多すぎず少なすぎずの状態を保っておけば取れると思います。トマトはね簡単な方なんで、野菜の中ではジャガイモとトマトはめちゃ簡単です、正直言うと。なんでね、初めての人はとりあえずトマト、ジャガイモ、これにチャレンジすることをお勧めしております。俺は個人的にはね、まあ簡単って言っても完全放置ではいいものはできないかなと思うけれども、まあこんな感じで十分できちゃうんで、まあチャレンジするときはトマトとかをねやってみることをおすすめします。